やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日の題は、じゃん。2月に地震を注意すべき地方と日にちについて占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターで近況とか、秋情報とか、急ぎの今日募集してるよとか、そういうアナウンス、ツイッターでしてるので、見ててくださいませ。で、お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン玉木の人生向上委員会。こちら、毎日、今日はこういう日だからこういうことに注意してね、とか、週間運勢とか、サークル活動とかやってます。ズバッとタロット。これは、意味は書いてあって、その日からすぐに占えます。アマゾンとかで発売してます。三つ目、人生後半を学び合うオンラインサロンマチュール。こちら、2月末まで無料期間が伸びましたので、人生100年時代の後半戦を誰とどう生きるか、パートナー、お金、仕事、家のこととか、相続だの、介護だの、子育てだの、まあその辺真面目に話し合いましょうみたいなサロンでございます。お待ちしてます。さて、地震ですね。2月の地震。2月の日本の地震注意度何パーセントくらいか。何日が危険か。何地方が注意か。北海道、東北、新潟含む北陸。長野、山梨、静岡含む関東。で、静岡はこっちも含みつつ、かつ、三重も含む東海地方。近畿、中国、四国、九州、沖縄。はい。今月も占いたいと思います。今日撮影してるのが、ね、10年に一度の寒波の日です。寒いです。部屋の気温が、今、12度しかない。寒い。寒い寒い。12度って外気かなって思うよね。外の気温かなみたいな。エアコンつけてんだけど。なかなかあったのです。2月の日本の地震注意度。ね、この前、クジラの、あれは地震に関係あるのかみたいな、ね、ヨドちゃんの占いとかしましたけれども。はい、2月の危険度。太陽。ズバッと出ます。そんなに危険ではない気がする。この辺が悪いカードだけど、全体的にそんなに悪くないので、ね、タワーとか出てないので、死神も逆だしね。危険度、まあ、20% くらいかなって思うけど、若干高めに 30% って言っておくね。30%。はい。じゃあ、特に何日が危険か。小あるかなで。あれ、うるう年じゃないよね。違うよね。うるう年だったら今年うるう年ですって、なんか、どっかから耳に入ってくると思うから言われてないから違うよね、多分ね。28まででいいよね。念のため私の知らないところでうるう年だったら困るから、29日まで広げとくけど、違うと思うんだけど。はい、では、1位からいきます。1、2、3、4、5、6。いつも始めるのがちょっと、もっと左から始めた方がいいんだな。6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。ないと思うけど29。すごい悪いカードはやっぱり出ないですね。なので、罰みたいなすごい悪い時はなくて、三角、ちょっと気をつけてね、みたいな比喩言うね。1から5。1、2、3、4、5と、9、10、11、12。9から12日と、18から19、20、21。22。このくらいかなぁ。すんごい悪いカードっていうのが出なかったです。はい。じゃあ地域ごとに見ましょうね。
まず、北海道でもですね、地震は、神様の領域でございますよ。ねえ、いつどんな神様が起こって、もう起こったぞって、なるかわかんないから備えはしといてくださいね。北海道、ズバッと出ました。危険度大丈夫かな？ 40% って感じ。高ければ高いほど悪いです。40、50を下回ってると思う。うん、これどこで判断してるのってもうこれは長年の勘です。パッと見て全体的なカードの組み合わせとか、色とか、そうね、組み合わせ、どんな、いいカードが何枚出て、悪いカードが何枚出て、みたいな、配分とか、雰囲気とか、出てるカードも。ついに、東北。ズバッとで、タワーが対策中点に出たか。ここまでは良かったなって思ったんだけど、なんか今までずっとさ、北の方が、ね、1月も東北、北陸、関東、この辺、北海道もだっけ？なんか悪い悪いって出てて。やっと2月になって東北が悪くなくなったと思ったらまだタワーが出てる。他はいいんだけどね。60、70かな？対策ついてるのタワーが怖いもんね。タワー。70% にしときます、東北。今日もあったよね、東北ね。震度4かなんか。はい。新潟含む北陸。悪いね。北陸この前も悪かったよね。ズバッと出ました。そうだな。悪魔が出てるからね。北陸も 70% かな。悪魔。他のカードはいいんだけど。うん。歪みが溜まってんのかね。なんかずーっとこの辺の地域がさ、もう何ヶ月にもわたって悪いじゃん。ずっと。続いて関東。長野、山梨、静岡含む関東。皇帝の逆。ズバッと出ました。あんまりだね、関東もね。関東も 70% にしとくわ。だから、北陸と東北と関東は引き続き注意かな。続いて、東海。静岡と三重県含む。静岡は両方見てくださいね、関東と東海。三重って言うとまた、なんか先月も赤服の話しなかったっけ？三重県って言うと、三重県の文字を見るたびにさ、赤服が食べたくなっちゃって。ねえ、これ病気だね、しょうがないね。赤服病だね、これ。東海は大丈夫な気がする。ズバッと出ます。うん。20% 低い。今日すごい自分スピーディーだよね、占い方はね。めっちゃ早いよ、いつもより。うん、撮影時間こう、たまに見ながら、やってるんだけどさ。いつもより、むちゃくちゃ、なんか、二倍速くらいでいつもより。早いな。なんか抜かしてない、大丈夫。なんでこんな早いんだろう、私。近畿地方。今、ペラって今さ、タワーが出たのが、怖かったね。なんか、タワーがペラーンって出たね。ああ、近畿が良くない。ズバッと出ました。でも対策終点が太陽なんだね、対策終点。うん。そうだね、気をつけては欲しい。近畿 80% くらいにしとくわ。高いね。続いて中国。中国地方。ズバッと出ました。下があんまり良くないね。中国。50%、50%、うん、半々、危険度半分くらい。あ、私、中国って書いてたホワイトボードに。中国、四国だよね。何やってんだ何やってんだろう。中国、四国だよ。ごめん。四国。中国の次が四国。大丈夫かな？ズバッと出ました。
20%。 いや、どんなにいいカードたちが並んでも 0% とは言わないよ。自信だからね。 20%。 はい、続いて九州。九州バランスが悪いのはズバッと言いましたね。対になるこのバランス的なカード、正義と恋人が逆向いてるのでバランスが悪い。70%。 70は言い過ぎかな。60、うん、沖縄ラスト。沖縄ズバッと出ました。そうだな、死神と正義の逆は悪いけれど、あんまり悪い感じはしなかったので、40%。はい、出揃いました。まず、2月の日本の全体ね、日本全体の地震注意度は低いと思う。低い。30% くらい。100分の30です。100点満点中の30なので、そんなに高くないと思う。で、何日が危険かも、むちゃくちゃ危険なカードは1枚も出なかったので、まあ三角くらいが、1,2,3,4,5 と、9,10,11,12 と、18,19,20,21,22。月の半分くらいお前言ってるだろうって突っ込まれそうだけどね。うん。まあしゃあない。こんな感じで。はい。で、何地方が注意か。気をつけてほしいのは、東北と北陸と関東と近畿かな。東北にね、タワーが出たのと、あと北陸に悪魔が出たのと、関東もまあまあ高いでしょ。近畿も高い。近畿もそう、タワーが出たんだよ。あと次が九州って感じかな。60から70くらい。あと中国も三角。今回は北海道あんまり高くなかった。北海道、東海、四国、沖縄はあんまり高く出ませんでしたが、高く出なかったからといって安心しきらないようにお願いします。あくまで占いなので。はい、こんな感じで2月の地震予報予想でした。今月も頑張っていきましょう。何事もありませんように。日本が地震から解放されたら最強だなって思うんだけど、まあ地震も含めて日本なんだろうね。なんかね、わかんないけど、ないに越したことはないと思うんだけどね。なんか意味があるのかね、ね。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちでございます。はい。いや、本当に何事もありませんように。念入りに言っちゃった。ね。いや、ほんと嫌だからさ、自信ね。嫌だよね。嫌だよ。本当に。好きな人なんて一人もいないよ。本当にね。うん。はい。では皆様、さよならありがとうございます。